ナミさんこんにちは、まあ、私がね皆さんから動画を頂い,いてその動画を私のね、えー、毎日の配信の中で URL 付きで紹介するのはこれがダイレレクトススポンンマーケティングにななるからなんですよ、まあ、簡単に言うとですね皆さんの動画を検索で見つけてもらうことは非常に困難な時代に入ったんですけどもすでにチャンネル登録をいただいたりあとですね私がメルマガのリストってのがあるわけですよね そのメルマガの登録者さんに直接ナミさんをはじめとする皆さんの動画の URL をお届けすることができるんですよ。これがどういうことかっていうとタイトルとそれから内容がよろしければリピートしたりチャンネル登録を高い確率で即果塾の塾生さんに起こすことができるってことなんですよね。で、一人で自分のアカウントから発信して検索で見つけてもらったりタグによって引き付けられたり そういう意味で動画を拡散することは難しい時代に入ったと私は思いますですから前回もねそういう趣旨の動画だったんですけどもまあギリギリセーフというかなんというかねまあ私の場合は即歌塾の塾生さんに毎日お届けしているしかもこれね8年間お届けしているメルマガなんですよね、えー、最近即歌塾に参加してくださった方も3年前の方も5年前の方も10年前の方10年間8年前の方もいらっしゃいます で、そういう方が私からの毎日の毎朝の更新メールを受け取った時にあこれ別の熟成さんが作った動画だどれどれって感じでエントリーするんですよね要するに再生してみるわけなんですよでタイトルと内容があこれはなかなか興味あるなと思ったら私の即果塾の熟成さんのいわゆる視聴者さんがですね他の熟成さん例えばナミさんのファンになるっていう流れが起きるんですよ通常でしたら こういったメルマガの主催者っていうのは他の人の動画や他に誘導する URL を紹介したくないはずなんですよ。それは自分のリストを独占したいからです。でも私の場合は、熟成さん同士が交流することによって、こちらの YouTube を始めた方がチャンネル登録を増やしたりとか、こちらのメルマガをスタートした方が読者さんを増やしたりとか、こちらでブログを書いた人がページビューを即可塾の熟成さんから稼いだりっていうことを相互にね、やっていただきたいなと思ってます。まあ、ですんで、 ナミさんがね「私のために」というふうな形で動画を送ってくださった部分がもちろんあると思いますけどもあ実は私の方はですねナミさんをはじめ熟成さんがアクセスを取れるために売り上げを取れるために商品を作りやすくするために皆さんから動画を集めてそれを私のアカウントから発信してるわけなんですよね、まあ、こういったらねあれですけどもねあまりにもつまらない動画を発信すると その人の評判が落ちるんで、あのー、私がフィルタリングをかけてもいいのかなって気はするんですけども、この動画ちょっと発信しても、誰もクリックしてくんないよと、うん。これはまあ、私のアカウントから出しても、多分、あんまり受けないんじゃないかなみたいなことで。うん、フィルタリングをかけてもいいのかなと思いますけども、一切そういうことはせずに、あのどんな動画でも、受け取った人が価値を決めますから、それによって、あ、せっかく動画作ったり、それから、そっか塾の、 毎日更新のメルマガに掲載してもらってもなんかこれ再生されてないぞとチャンネル登録も増えてないぞと思ったら方向性を変えるなりサムあとタイトルを変えるなりしてフックさせる、あのー、そのね矛先を変えていくっていう作戦を取って頂い,いて、えー、まあダイレクトレスポンスマーケティングに即した、まあ、動画になっているかなってことを検証していただくっていうのが一つですよね。 はい、じゃあ今回の動画まとめますけども、まあ、動画を撮るその動画を撮る、まあ、ブログでもいいんですけどもそれは今検索によってもうたどり着いてくれないんですよねそういう意味で言うとブログももう YouTube 動画以上にブログってのは世の中にもういっぱい散在してますから今からブログを書いても検索で見つけてもらえるかどうかってのはこれかなり難しいんですよね例えばね私が狙ってるようなブログだったら多分当たるかもしれません 私が狙っているブログの作り方男組でございます、ね、過ぎ去ったこうやった旬を過ぎたブームっていうのを扱うことによってあ懐かしいなーっていうキーワードで20年前30年前のそういったコンテンツにたどり着いてくれる方はいると思います昭和40年男こういった感じです確かに トレンドのマーケットには乗ってこないけど、懐かしいな男組とか昭和40年代のことについて、なんか落ちてないかなっていうふうに、私と同じ年代の方が、40代、50代の方が検索した時にたどり着けるような、そんなね、アクセスポイントを狙っていけばいいんじゃないかなと。そこにブログってのがあれば、そのブログから搭載した YouTube チャンネルに、 誘導でできるるんんじゃなないかなと思ってるんですよねもちろんこれは一つの仮説であり違うかもしれませんけども私が今見えてるのはそんなルートかなと思います今までのように動画を量産すればいいだけっていうことにはならずに量産した結果その量産した動画が見られないってこともありますんでねただ私自身の作った動画っていうのはチャンネル登録者さんがいらっしゃいますんでそこにダイレクトに届けることができるっていう利点はありますチャンネル登録がまだ1000人に満たない方はおそらく動画を作っても 拾っていただけるようなね、再生していただけるような読者さんがそれほどいませんので、ちょっと再生するときにきついのかなというふうに考えてるんですよね。はい。ということでね、あの、引き続き動画を送っていただくかどうかは、これナミさんのね、ペースで考えていただければよろしいかと思います。あの、あくまでもナミさんがご自身のアクセスを増やすために活動することに、私は必要とあれば協力させていただく。それだけでございます。はい。で、島にはね、 私はね、熟成さんから動画を募集しても来なくなることもあるんですよね。もう誰からも動画上がってこないよみたいな。そんな時はですね、私の速可塾の専門チャンネルは、これは、まあ、ただ、熟成さんからの動画が届かないだけということで、非常にコンパクトな、私の動画の配信が数本いくだけみたいな感じになってね、うん、まあ、それはそれで見やすくなるんじゃないかなと思います。で、ライブ放送は1時間ほど。 いつもあるわけですけどもう30分とかねもともとは5分くらいでお届けしたんですよねまあ、ですんでライブ放送につきましてはライブ放送専用のまあメールマガジンにしてもいいかなと思ってますねうんまあ例えば毎日の配信は朝してライブ放送に限っては昼から追加配信するみたいなねそんな感じですかねうん まあいろいろと考えるところありますけども、うん、これからもね、ナ、え、ミ、ー、さんのことをこうやって紹介できることにはあ負担もありませんしまあ、やらせていただければなと思います。ただ、ナミさんがあまりにもね、ちょっとこう、お忙しくったり、それからいろんな、うん、YouTube 発信の手順とか段取りとかありますので、それを優先されてください。はい。では、今回はね、いろいろとお心遣いいただきまして、ありがとうございました。えナ、ー、ミさんとのまたこういったリレーが、 毎日続くこと嬉しく思っておりますそれでは12月に入りましてまた新年も来ますんでね、えー、いろいろと新しい体制になるところもあると思いますけども引き続きお互い頑張っていきましょう。では失礼します。